英語などだけでやって、でそれに、フィリピンのマティさんの英語学校のブライチャーに行かれたというお話ですけども、はい、いかがでしたでしょうか、ブライチャーの方。あのブライチャーっていう学校に1週間5日間行きまして、それであのフィリピンにいたのが9日間で、その間で自分の感覚では相当英語が上手くなった感じはありまして、あのフィリピンにいた7日間は全部英語で考えてたんですよ。で全部英語で喋って、日本人と極力会わないようにしてましたら、あのもうこんな英語うまかったのかっていうぐらい、ほぼフィリピンにいた間日本語で喋ってるのと同じぐらい、何の問題もなく全部意思疎通ができて、なんだろうっていうぐらい上手くなっちゃいまして、でも帰ってきた途端に元戻っちゃったんです。ブライチャーの、ね、先生とか、ね、あのメソッドの大絶賛の話を先ほど聞きましたけれども、もしかしたら聞いておられる方が、はい、実は英語は下手くそなのに何か言ってるだけじゃないかと思われたら困るので、ね、はい、一応発音をちょっと私と一緒に言っていただきたいんですけども、いいですか。はい。 What do you enjoy most in Japanなぞればいいんですか。はい。What do you enjoy most in Japan? What do you enjoy most in Japan? I like karaoke a lot. I like karaoke a lot. Sure. Sure. How's this Friday night?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  はい。まあ、このような感じでネイティブ発音に非常に近い、ね、英語のどでね、ここまで。なんかその英語などに出会われたのが1年とか2年前でしたっけ。2年、本当に最初に見つけたのはもう 2年は過ぎてると思うんですけど、その時は全くあのゼロの状態で、たまたま英語など見つけまして、ウェブサイトで、あの昔の先生の YouTube ビデオってめちゃくちゃ面白いじゃないですか。あの多分4、5年前のだと思うんですけど、はい、で全部仕事が忙しくて徹夜してた時、ずっと夜中見てたら、朝になったら結構なんか喋れるようになっちゃってましてで先生の授業を受けてからなんですけど、絶対信じられない話ですけども、なんかさっき出てきた話では、はい、英語のからブライチャーでもすごいいいんじゃないかみたいなね、一番簡単じゃないかな。そう、英語、多分英語のどから入って、自分の場合はスカイプでフィリピンの先生と毎日 2,3 時間、あの1年ぐらい毎日話し続けてるんですよ、うん、で慣れてからブライチャーのようなところに行くと、多分自分は5日間しかいられなかったんですけど、本当3ヶ月入れたらもうほぼかなりのレベルになりそうな気がするんです。ちょっと英語で言ってみましょうか。え、英語で言ってみましょうかね。 Okay, so、tell us about your、experiences in the Philippines. Actually, I went to the Philippines 1 month ago, and、the reason why I went to there was to study English in Cebu Islandfor only 5 days. Every experience I had in the Philippines was great. The school I went to, it's called Brightcha. It's the school's method was impressive. And every teacherhad great skills in teaching English for Japanese students. And、when I stayed in there, I tried to think in English, and I spoke only English. And、
I like the Philippines and I love the Raicha. And I wanted to stay, go back to the Philippines again. すごいですね。2ヶ月前がゼロだったというね。あの先生が一番よくご存知だと思って。いや、でも最初から単語は出てきてましたよね。最初の先生のレッスンの時は、本当のゼロです、ね。何にも出てこなくて、先生が呆れて、とりあえず一とわずから始めなさいって言われて、しばらく一とわずばかしか使ってなかった。2年ぐらい前だと思いますけどね。2年ちょっと前です。証拠は残っておりますよね。録音でね。で、今も、まあ、文法力とかも、松井、オーナーの松井さんから最初に言われたのは、一番今読んでるのは、うん、ものすごい簡単し、幼児、ネイティブの多分幼児向けの本を今一生懸命読んでるんですけど、そこから始めた方がいいって言われて、絵本とか。なんかその、すでにブライチャーに行ってる人の、はい、すごい、すでにかなりできる人だったという印象だったんです、さっき。もう、驚いたのは、その、ある人が言ってたんですけど、そこら中に東大卒の人が、うん、いるらしくて、で、その人たちがもう、多分ホテルで夜中の2時とか3時にロビーにみんなで、うん、勉強してるんです。多分18時間ぐらいしてんじゃないですか、ね。なんか熱い空間がそこで。すごいです。そうですね。ほとんどみんな社会人の方で、うん、で、その卒業後の、もう決まってる、例えばそのどこの国で何をやるために今勉強してるっていうのがみんなものすごい明確な人ばっかりだったので、で最後の日にいろいろ日本語で話聞かせていただいたら、もう全員 の経験なり体験がもう面白くて、日本人じゃまず会えない人ばっかりなんですよ。一番驚いたのはそのオーナーのもう一人のマネージオーナーの方が中西さんかな、多分31とか言ってたんですよね。で、はい。で、2年前に初めて、生徒としてセブンに来て、で、学校がちょっと良くないから、なら自分で作っちゃいってて、1年ぐらい松井さんと一緒に作ったって言ってて、すごいな。もうすごい空間が展開されてるっていうのは面白いですよね。早いですね、もう全然スピード感が、日本の人たちと違って。フィリピンのその先生に英語でメッセージを、ね、お世話になったというか、そういう、っていうといかがでしょうか。メッセージですか。英語でメッセージ。そしたら、もしかしたら聞いてくれていて。プレッシャー大きいですよね。メッセージ苦手だな。Thank you very much.For everything, and I had a great experience all of the teachers in the bright chairs. Thank you very much. ちょっと苦手なんです、その辺がまだ。なるほど。ボキャブラリーがないんで。ボキャヒンとおっしゃいながら、でもね、スラスラ喋られているので ね。ただ、その、なんていうんですかね、自分の問題は、まず文法力と単語が、まあ、あまりにもボキャブラリーが貧困なので、はい、それが自然に増えてくれば、もうコミュニケーションは本当に全く問題なかったので、うん、とにかく、もうちょっと最低レベル言えて、とにかく、なんていうか、言葉習い始めの幼稚園児みたいな状態なんですよ。だから、だから3ヶ月がいたらもうバッチリだみたいな感覚がわかります。もう3ヶ月いったらバッチリだと思いますね。っていうのはね、聞き取りができて、発音ができて、なんとなくこう、文法でも簡単なことが言えたらな、はいはい、あとは、ね、単語を増やしていければいいわけですからね。私がやっている、プログラミングなんかでも、はいはい、たくさんのプロシージャーを知らないですけども、
はい。まあ、知ってるのは知ってるんですけども、全部全部知ってるわけじゃないんだけども、はい、基本があるので、はい、何でもできるっていう感じなんですよね。はい、多分それと似てるんじゃないかなと。ボキャブラリー 100% 全部英語に存在するの知ってるわけではないけれども、はい。ね、基本が分かって、あとは足していくという感じでね。はい、はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、本当に。あの、英語ノードのおかげで、人生が、ガラッと動き始めた。もう、教えてて非常にね、教えさせていただけて光栄です。英語ノード、また明日。If you want a cookie, people have to subscribe to this channel. You get a cookie per subscriber. Okay?Ask people to subscribe to this channel.